こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、YouTube にハンドルってものがあるみたいなんで、全くわからないんですけども、ハンドルの設定をしてみました。@セルシオですね。私のメールアドレスと同じなんですけども、追加されたチャンネル URL は、youtube.com/@セルシオ。これ一体何に使うんでしょうかね。こちらの動画で見ることができると思いますけども、長い動画なのかな？なるほどね。ユーザーがこのチャンネルを見つけやすくなるための@らしいですね。はいはい。だからショート動画にハンドルを入れておくことによって、そのハンドルで検索してもらえるってことですね。なるほど。はい。というようなことを言われてましたんで、結構ね、私のチャンネル名短くなりました。ね。これで検索できるんだったらいいですね。はい。YouTube ハンドルは視聴者がクリエイターを見つけてつながる新しい方法です。チャンネル名とは異なり、ハンドル名はクリエイターに固有のものであるため、今までよりも簡単に YouTube 上で独自の存在感を確立できるようになります。ということで、NFT でも埋め込まれるんですかね。ハンドルとチャンネル。新しいハンドルはチャンネル URL の一部になります。多くの場合、カスタム URL がハンドルになります。このハンドルは YouTube の外部からユーザーを自分のチャンネルへ誘導するために利用できます。例えばハンドルが@user123 の場合、チャンネル URL は、なるほど。私の場合は youtube.com/@セルシオでいいわけですね。これはちょっとね、名刺に入れとこうかな。Twitter でも囁かないとね。やった。で、今ある URL もそのまま使えるってことなんで、久保哲郎本名とね、ててちゃんラブも使えますと。ててちゃんラブはね、私がね、ある宗教団体にいた時にね、使っていたハンドルネームなんですけどね。ててちゃんラブ。懐かしいな。あの頃思い出すな。ハンドルを使用してできること。ショート動画にハンドル。やっぱりね、自分に固有の名前で識別してもらえるってことなんで、@セルシオがこれから有効になってくるってことですよね。いいじゃないですか。見つけてもらいやすくなる。つながりやすくなる。ということですね。はい。ハンドルありがとうございました。